ワンカップ写真でスクショ撮られて押さえる。飲もう。もうちょっと下向いて。あ、そうなの。さあ、今日も始まりました。ダンカーダックチャンネル。ダンク大賞というわけで、以前ですね、スラムダンク、誰が一番ダンクしてるのかっていう動画、これですね、出したんですけども、まあ、全員で、72本ダンクがあった中で、どれかまたスラムダンクチャレンジということで、挑戦していきたいと思います。でね、さっきのオープニングで気づいた方もいるかもしれないんですけど、今日、今回やるダンクは、ルカワのあれですね、9巻の時に神奈川の地区予選で4回戦古豪筑部高校との試合の後ですね、試合の後にもかかわらずルカワがもうユニフォームのまま夜体育館で自主練してるんですね。ゴリがおかわり大盛りしてる間に、偉いですね、努力できる天才、無敵です。そのルカワがですね、自主練の中で自分でね、ポーンとロブ開けてバックアリウープをしてるんですね。これこのダンクです。これをですね、完全再現したいと思います。というのもね、まあこのダンクはそこまで難しくないというか、ロブさえちゃんと上げれればまあできるかなっていうダンクなんですけども、もうですね、スラムダンクの小回り通りに撮ってですね、完全に、その漫画の中を再現したいと思いますので。で、今回はね、ちゃんとこれ、ルカワのユニフォームも買ってきたので、メルカリで1000円ぐらいだったから。ピラピラの安いやつ、安っぽいやつで、下はなかったので、ただのナイキの赤バスパンですね。これでやっていきたいと思います。なので、いつもカーフレーズ僕やってるんですけども、足首じゃない、ふくらはぎの保護のために、ルカをしてないので、今日は、なしでやっていきます。あれ？ここのはしてんの？あ、忘れてました。持ってきてます。一回切ろうか。これもね、ルカが左手に、ちょっと上目につけてるんで、これも再現して。なので、今日は片手だけリストバンドです。さあ、しっかり、ちゃんと取れるのでしょうか？やっていきたいと思います。それでは、レッツダンク、ダンタク、ダンダンダンク。写真でスクショで撮られ、押さえるけ。左手の時にこうやか。もうちょっと前かがみ。あ、そう。はい。何これ。オッケー。もう一回撮っとくか。はい、よし、じゃあ本格的にやっていこうかな。左のウィングで3ポイントのちょっと内側ですね。この辺りで左足が前で、惜しいな、いきなりボールチェンジ。ちょ、このボールね、なんか跳ね具合がなんか変なんで、ちょっと白なんですけど、花道ボールに変えてやってみます。ちょっと角度が違うけど、ちょっと角度がちょっと違ったけど、まあ、ね、いいんじゃない？ちょっと、ね、ちょっと確認してみましょう。ね、正面じゃなくて、正面ちょっと右なんよね。ちょっと、ね、手前なんよね。そう、こっちの角度が合ってる、うん。ちょっとロブの上げ方でね、だからロブさえ、ね、うまくいったらできるんですよ。できたでしょ、あのボールだと。この調子でいってみよう。よし、どっちだよ、またこっち。うん、あっちで。そっち行こう、そっちで。
わロブは比較ロブはめっちゃ上がった。このチャレンジここまで。いやけど繋いだらまあね。うん。いかがだったでしょうか。9巻のルカワの自主練のバックダンク、今日はちょっと手こずりましたね。止めてなかった。あとロブがね難しい。うん、やっぱねそういうのをさっと上げれる、ロブも上げれるセンス、ルカワさすがでした。いやまあこれに続いてね、いろいろスラムダンクチャレンジまだまだやっていきたいと思うので、もしなんかリクエストとかあれば、誰のダンク、いつのどのダンクとかあればコメントいただければ、できそうなやつはチャレンジしたいと思います。無理なのはもう無理です。もうルカのダブルクラッシュは全然無理なんで、まあ、よろしくお願いします。それでは今日の動画はこの辺で、バイ。ちょい前やな、膝が。あ、うん、そうそう。オッケI'm gonna go.